皆さんこんにちは、バトスピ開発者のヤッキーとシクリです。いやー来ました、十二神王編第5章の5章ですよ。はい、5章ですよ。用意してきましたねえ、もういや、かわいいのがね。そうなんだよね、なんか5章を使う前にさ、やっぱどうしてもね、このデッキはディーバーね、使っとかなきゃなっていうのでね、ディーバー持ってきちゃったんだけど、いやね、ちゃんと5章のね、かっこいいカードね。そういや、俺のね、こっちのかわいい話がね、かわいい、かわいい、あーかわいいか、強い、強いカードはかわいい新しい、ね、バトスピ用語ができるかもしれないので、まあ、そのデッキとね、まあ、このディーバがどんな戦いになるのか全く予想できないんですが、はい、まあ楽しみに見てもらえればと思います。じゃあ早速バトルの方に入りましょう。ゲートオープン、開放。じゃあ俺の先行で、はい、ドロッ。でこんな感じで、これは旅団の摩天楼を配置。摩天楼安定の、安定の1枚ドロー。ドロー。して、まあ、ここはターンエンド。バーストもない。じゃあコアステップ、はい、ドローステップ。何が来るか。おお、スピリットもいないんだったら、じゃあ、うん、どうしようかしよう。ソニア A ワスプ、早速のディーバ、まあ、某ソニックワスプのね、ディーバ1ということで2コストでね、軽いんだよね。で、さらに進行感持っていますよと。じゃあ早速いこう。アタックステップに入って、はい、アタック、でアタック時の効果でフレンド、246なんですが、まずデッキの上を1枚オープンします。246で 6! 246なんで、そうなのね。このオープンしたカードがディーバーを持つコスト246のどれかのスピリットだったら、コストを支払わずに疲労状態で召喚できます。なので6だったら疲労状態で召喚します。はい、なんですが、召喚時効果を置きますので、トリックスター召喚時効果ですね。このスピリットの召喚ですね、自分のスピリットすべてを回復させる。回復、全部すべて回復させる。疲労状態出てきてそれを回復、回復、それもがアタックしてたやつもね、回復で、このソニアのアタック中ですと。おや、俺もそんな簡単に友達作りてフラッシュはないです。こっちもないです。じゃあライフでいけ、はい、お、じゃあもういけいけどんどんだな。じゃあもう一回ソニアでアタックして、またフレンドね、246ですと。246オープン。8なので、これは、召喚できないので、はい、残ったのは発揮します。友達作りが失敗することもある、はい、ちょっとね、やっぱレベルがね、なるほどね。あで、はい、私はない、こちらもないです。ライフで受ける、はい、お、まだいけんじゃないか。じゃあトリックスターでアタック、5000。さすがにそんなに受けたんない。じゃあフラッシュ、お、フラッシュアクセルでクルセイダードラゴン。あ、クルセイダーか。ストで、じゃあ2個、こう、まあ、トリスタから、まあそうだね、はい、じゃあリザーブに置いてこちら消滅しますと。おい、じゃあもう何もアタックできないので、これでターンエンド。おい、じゃあここはドロー。とはいえね、フレンドで結構ライフは削れたので。そうだな、じゃあ何が来る。じゃあ偽りの地下帝国を配置。お、地下帝国が入ってるのか。さらにアクセルで履歴、あら、あら、はい、1枚ドロー。アクセルでドローしてくる。うん、まだネクサスだな。まあ、でもこれで今はドローしたい。じゃあアラを、お、さらに召喚もする。召喚、はい、残すとで、アラ召喚事項は自分手元のアクセルのスピードが1枚つき1枚ドロー、うん、1枚ドロー。かなりドローするね。そう、じゃあさらにバーストをセット。お、バーストが来た。で、まあ、ここはターンエンド。エンド、はい。じゃあコアステップ、ドローステップ、リフレッシュ。そうか、こう来る。まだディーバの動きは見えないななかなかね、慣れてないとね、分かんないね。じゃあ学園制服のジャンヌを、3コースを支払って召喚します。噂のジャンヌさんだ。噂のジャンヌ、いろいろね、ある噂のジャンヌさん、いいですよ、俺好きですよ。で、さらに、マジック使います。魂の、リフレインで、まず3コース2軽減なので1コスト、まず自分はデッキから1枚ドローします。なので1枚ドロー、はい、そして、その後自分の手札1枚をデッキの上に戻すことができます。なので、じゃあこのカードにしようかな。1枚戻します。はいはいはい、ドローして戻した。はい、その後このマジックカードを自分のフィールドに置きますと。歌だから、はい、歌なので歌残りますよ。はい、で、もうこれ以上ちょっとコアがきついので、じゃあこのままアタックステップに入ります。はい、ジャンヌで
アタックでジャンヌもフレンドを持っていまして、ジャンヌの方は468です。468、はい、はい、ということでオープン。はい、まあ、さっきねやってたので、さっき置いてた、置いてたので、はい、フランサンドリーさんを、じゃあちょっとコアが足りないので、こうかな、消滅させて召喚します。召喚時効果、自分のフィールドにある、ソングのマジックカード1枚につき相手のスピリット1体を、好きな順番でデッキの下に、まあ1体しかいないんで、じゃあアラをデッキの下に送ります。あのデッキの下に行ってしまった。はい、でさらに追加効果がありまして、この効果でスピリットをデッキの下に戻したとき、次の相手のターン相手はドローができません。ドローができない、ドローできない、ドローステップだけじゃなく効果でもドローができない、はい、という状態で、ジャンヌのアタック中かな。はい、はい、それはこれドロー止めたぞ。ドローができないぞ、ドローできない、ないです、ライフで、はい、いける。はい、じゃあこれでターンエンド。はい、ドローでコアできない、ドローできない、リフレッシュ、これはかなり紫ではきついんじゃないの。どうしこれはね、リューがなかなかね、かとりあえずか壁にクルセイダー出します。はいはいはい、いやでもこれはな、お、なんかある、アイランド配置するだけか。そうだね、だけドローができないだけなので、うん、これででもかなりね、このドローができないっていうのはね、ドローできないぞ、じゃあかなりしんどいんだよね。ティアマドを召喚、お、それでもティアマドを出してくる、4コスト、4コストで出しますと、ティアマドを持ってたのか、まあ、さっき結構ドローしてたもんな。いや出したけどな、まあトラッシュにはね、まあいないから、いやじゃあでもアタック、お、封印、お、封印するということは封印時の効果、封印時効果ワースト発動、お、封印時、封印後か、あー、なるほどね、ガルダーラいるのか、ガルダーラが、まあアタック時の効果の方は大丈夫、アタック時やってバーストの効果だよね、そう、で封印して、でガルダーラは発動待機状態で、うん、ティアマードの進軍、うん、アタック時のね、はい、自分の手札とトラッシュから新王が1枚ずつ召喚できる、渡しないからね、ないんで手札、手札からお、マガスジャシンシュタインボルクを、シュタインボルクが出ますよと、召喚です、はい、召喚で、まあ召喚時のシュタインボルク召喚時あるんですけど、まあトラッシュやっぱないんで、うん、はい、じゃあ、はい、これで、じゃあ次バースト、はい、返します、そうですね、ではい、召喚で召喚時効果、3個はシュタインボルクに、3個はシュタインボルク、あ、シュタインの方か、はいはい、でティアマードがアタック中、アタック中、アタック中でダブルシンボルなんだよね、でブロックすると、すると進撃の効果でライフ1個ボイドに置かなきゃいけないんだよね、まあ今ブロックできるやついないんで、じゃあそのアタックフラッシュないです、ないです、はい、じゃあライフでダブルね、はい、2個、はい、続けてガルダーラでアタック、ガルダーラでアタック、はい、シュタインボルグの効果、自分がアタックする、新王がアタックした時相手のスピードアルティメットのコア1個トラッシュに置く、トラッシュで、その封印時だと、はい、トラッシュに置かれるコアが、うん、そのコア以外はボイドに置きます、ボイドに行く、こいつから、ボイド、じゃあ本当はトラッシュだけどこれがボイドに、そんなことあんの、消滅しちゃった、あ、で、でアタック中、アタック中、こいつもティアマードの効果で進撃、同じくかブロックするとき、じゃあフラッシュないです、ないです、ライフで受ける、とはいえシュタインボルグでアタック、シュタインボルグの効果で、じゃあそのブラムサンドリアのソロカーはボイドに置けないので、じゃあトラッシュに、トラッシュに消滅しますよと、フィールドいなくなっちゃったな、でもそのアタックシングルシンボルだよね、もうさすがにないので、じゃあこちらフラッシュないです、ではえフラッシュタイミング、 なんかあるの、はい、フラッシュ降臨、降臨フラッシュ降臨、行動&コスト5以上、ダメなバックス、自分のソウルコアをはい、トラッシュに、トラッシュに、ソウルコアライフにあるいや、そう、そうか、トラッシュにはライフからも置けるもんね、置くことで、ということで、自分の
同じ状態で重ねる。重ねる。で、シュタインボールは当然行動でコスト6なので。コスト6、5以上だね。重なりました。降臨です。降臨しましたと。降臨。ダブルシンボルになりました。あ、ダブルシンボルになるの？はい。マジか。さらに、このスピリットに降臨元カードが当然あるので、うんうん、そのカードがあるね。スピリットは相手の効果を受けません。うん、効果を受けない。マジか。で、ダブルシンボル。ダブルシンボル。ダブルシンボル。これはフラッシュは？フラッシュないです。ないです。じゃあライフで受ける。負けた。ゾリアクピローズ。はい、ということで本日使用したデッキなんですが、はい、いやーティアマドね、なんかティアマド、まあトラッシュちょうどね今回なかったけど、手札とトラッシュから1枚ずつ召喚できるっていうのがね、そもそも手札からね神王をノーコストで出せるってだけで強い、それだけ全然強いからね。いやーもうそれでね呼んできたシュタインブログもね、なんか効果ね、あの封印時の効果で強いと思って、まあ、とはいえね耐えれると思ったら新ギミック早速使ってくるっていうね。いやー降臨でね突然ダブルシンボルが降ってきて効果受けないゾディアクフィールドめっちゃ強いですね。やっぱねすごいね、このフラッシュタイミングでね降臨してくるっていうカードはもう、あっさ、なんかちょっと気になったんだけどさなんか地下帝国で何出すんだろうと思ったらさ地味に大帝王入ってるっていう、ね、いや俺なりに大帝王デッキをね組んでみたんですけど、まあ出なかったですね。まあね、まあ、出たらねさらにすごいよね、もう大量に並んで地下帝国の効果でこれ紫なんで、ね、6コストになってくるからめちゃくちゃ軽い。そうだよね、ロロがいたら最初コスト0コストでしょ実質でなっちゃうからね、まあすごいなんか面白いテーマのねデッキでもあるし、ティアマドを絡めたねこの神王たちのデッキってすごい強いと思うんで、ぜひね皆さんもこのティアマドだったり、まあ、新ギミックのね、はい、ピオーズみたいな降臨でも遊んでもらえればと思います。ぜひぜひ。今日はこの辺でまたね。